怪我のないように注意しながら楽しみながらやっていただきたいと思います。違いますか？あ、いい、大丈夫です。さあ、この生え際の柔らかいところからバリカンを入れるのに、そこからこうどうしても入れるのが、まあ、このふるさと農園の羊の毛刈りのまあやり方で、このバリカンが結構揺れるから、結構疲れちゃうんで、人間も。だから、割と頻繁に変わってあげるくらいでもいいかもしれない。あまり勇気になるんだけど、めちゃくちゃ切った早やじが全部買ってた。へぇ、かわいい。僕寝心地がいいんだよ。足の付け合いがさ、なんか皮膚切っちゃいそうで怖かった。怖かったけど面白かったよね。ふかふかしてて気持ちよかった。初めての成人で、それも緊張、まあ、ちょっと怖かったんですけど、楽しくできてよかったです。今日はありがとうございました。